はい皆様今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、もうしばらくですね、えー、嵐の動画を全然上げておりませんでしたけれどもお久しぶりは今日はですね大野くんのソロの曲でリクエストが非常に多かった曲を、えー、今日はお届けしたいと思うんですけれども、えー、たくさんですねコメントを頂い,いております。鎌由紀さん Take Me f a r a w a y 英語でなくてすいませんって書いてカタカナで書いてありますけども私は大野くんのソロで一番好きなのですまた何卒よろしくお願いいたしますこういうの非常に多いんですよ他の方も来ています、えー、松本泉さんとお読みしたらよろしいですかね2008年の大野くんソロ曲 Take Me f a r a w a y という曲もバラードでいつまでもトロングトーンが素晴らしいので解説をお願いします歌って踊ってますと いうふうに書いててくれております、えー、他にもありましたね。えー、青の翼さんですね。えー、ソロでは、take me,take me far away というふうにね、本当にたくさんコメントをいただいておりまして、これを今日はですね、私もずっと聞きたかったんですけども、聞かせていただこうじゃないかというふうに思うわけでございます。はい、2008年って書いてましたね。だからもう2013年、もう前の曲ではありますけれども、 もうね、いろんな曲をオノコのソロの曲ねあの勝手に解説をさせていただいておりますけどどれもね本当にうーんってうなってしまうような、えー、ものが非常に多くて今回も楽しみですけれどもそれでは、えー、松本さんがね歌って踊ってますと書いてくれておりますけども私は、えー、YouTube の方に公式で上がっております、えー、こちらの方でねえこれを Take Me Far Away はこれは「裏アラベスト」読み方合ってるかなこれ。 はい、にも入ってるんですねきっとはいそうですね2008年から2011年のやつ2021年発売だからこの間出たやつの中の、えー、ベストに入ってるってことですよねそれでは、えー、早速もうこれもね私もこれから初めて聴かしていただくんですけれどもそんな聴き方どうなんですかというふうにねコメントをいただく方もいらっしゃって、まあ、確かに一理あるなというふうに思うんですけれどもただ、えー、私が 初めてこの聴いた時の感想というのが、えー、後からでは自分で作ってお話しできないので、えー、もうちょっと嫌な方もいるかもしれませんが今初めて聴くそのリアクションごと楽しんでいただけたら幸いでございますということでそれではいきましょう大野くんのソロの、えー、楽曲でございます2008年ですか Take me far away 聴いてみましょう再生ポン

夢見た空は今ずっと同じぐらいの音程ね歌ってますのでここは淡々と言ってる感じですね。と月がつけば思いを全部感じてる強く胸の奥に伝え なんだ「な」から兄「あ」に母音の音に切り替わる感じが素晴らしい「遠くかんでる星座のように瞬間を描いてるめぐりめぐる行く聖邪に」低いね「問いかけた」いね「tame me f ァイ take me f イ」「フ away この「お」の入りがいないね「あ うまくいいとこに引っかかってね、いい当たり方してる。そっと風にとばに淡い季節に包まれるような香りきっと君の元へ夢にねうーで高おと難しいんだけどね。どんなに世界が変わり始めても。 変わらぬ和の口の開き方絶対いい奏でる音色を信じていく伝えたくていい表現伝えたくて,いいたくて愛を繋いでる最果てに永遠は生まれていく流れがいく 問いかけた。てみわえてみわえ。このおの入りは本当いい。さあ、もうすぐね、先ほど書いてくださったい。椅子までもこのへえ、もうめちゃくちゃいいロングトーンじゃない。さあ、泣きのギターフレーズが入ってきましたよ。遠くに向かって綺麗に響いてる音の出方が、大野君の一つの特徴だと思います。 はい、無理して春るではなくてスコーンと遠くにきれいに抜けるいい響きの声ねさあ泣きのギターフレーズが結構続いておりますよこの辺でもしかしたら尾野くんはライブだと歌っ踊ってるんかね。どこにどこに時でも同じ空見上げて光集め届けたいから。 いつ「までお<た>う」ここね「開かない情熱の影忘れたくはない」「記す思いを感じてる」「くに伝え伝えたくてなんなん」 ながいい、ね、わ<ー>いいいいねー伸ばしたた後のビブラートのっかりがいいですよ見ていくうー問いかけえ <laughs> こういうい曲なんだ<ー>この「O」はもう毎回。 フラウェイはい、はい、今私聴き終わりましたけれどもああなるほどこういう感じの曲なんですね、えー、ちょっとこうリズムがゆっくりで私はあの踊って歌ってますた先ほどねコメント頂い,いてましたのでもうちょっとテンポが速いのかと思ったらだいぶ大人な曲なんですね。 でえー、先ほど書いてく下さい「いつまでも」の「のものを伸ばす音」っていうのは、まあ、何のね歌のこのロングトーンっていうね伸ばす音の時も言ってますけれども本当にしっかり空気が肺の奥の方まで入っていてそれをぐんと強く押したやつが喉ではなくて鼻の奥に一番響きのいいところに直接当たって残ってる空気入ってる空気であとそれをずーっと後ろから押してあげる。 ようにするからあの安定した伸ばのそれを伸ばしていくとだんだんそれがこうビブラートになっていくみたいなのが、まあ、これはもう当たり前のようにやられてますけれども、まあ、皆さんカラオケでね真似してやったことあると思いますがまっすぐ揺れなう音を続けた後にその音をこう安定させたまま揺らすというのは非常に難しいんですけど、はいまあ、これはもうねすごく難しいことをさらっと大野くんやってしまっているので。 ななんかすごいいこここととののよううにに聞こえてないのが逆にちょっとこうね、まあ、もったいないっていう方もどうかわかんないですけどいいんかなと思っちゃいますけれどもでも本当にドヤーみたいなねドヤ顔で歌ってしまう高い音のロングトーン伸ばそう音だったりビブラートっていうになるな方がプロの方でもちょいちょいい,いらっしゃいますけれどもそうじゃなくてさらっと歌ってる。で、えー、まあ冒頭の方にもちょっと言いましたけど結構ねキーがね高いっていうよりか真ん中辺を行ったり来たりしてますから。 えー、これでですねあの、今みたいに4分何十秒とじっくり聴かすってなるとこれカラオケだったらね下手するとね2番歌い始めると聴いてる人たちが少し飽きてしまうような特別そんな高い音がパッと出てきたりとか面白いリズムが出てくるメロディーではないのでこれを聴かしていくのにはどういうテクニックが入ってるのかなと思うと私が今聴いた感じですね大野くんは、えー、この真ん中辺のメロディーが続くこの歌をですね かっこよく歌うためになにぬねの特になの音の発音で私はかっこよさが出てんじゃないかなと思いますな、何度もっていうところありましたなから後ろのあの音をつけてなーなーってこのなーっていう言葉はローマ字にすると NA というに書きますけれどもそのうっていう N の音がしっかりなー、んっていうこの音が鳴るとですね メロディーの起伏がそんなに大きくない曲であっても、やっぱりこう聞いてる方としてはメロディー歌声に。うんっていうそのちょっとね、アクセントが入る。低いアクセントの音が入ることによって、次のフレーズに行ったときに、このスムーズに流れていく感がある。えー、本当に冒頭も冒頭。ああ、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 みたいな、ちょっと私の声聞き苦しいですけど。ああ、最初に出てくるこのおっていう音にも。 やっぱりうまく空気の量を使っていいとこに当てて入ってくるその出し方、はい。だからこういうですね、ちょっとしたさっきのなぎもそうだし、最初のおの時にも一瞬ああとまあ、さっき私引っかかるとい言い方をしましたけれども、いいところにおと音がボンと当たることによって、えー、逆にそれがないとああああみたいなメロディーは取れてるけどちょっと柔らかい感じになるのがおの子の場合はああ。 あ再現したいのにちょっと上の音がガサガサして皆さんお聞き苦しいと思いますけど「ああなんか下からいってガバッとちゃんとその音を触って帰ってくるここにこうねメロディーの何て言うんですかね、えー、きっかけというかなんだろうね、えー、鍵加工みたいなのがあるんですよね。 わざとこうまろやかに井上陽水さんみたいな全体的にねまろやかに歌うっていう手法ももちろんあるんですけどああ,ああこの最初はね本当にすごい心地いい入り方してると思いますちょっと美味しいのでもう一回最初の入りだけ聞いてみますよ。ベースの音も非常に綺麗に響いてます。ここね ぜひね、皆さんに再現できたくて申し訳ないですけど是非これ「Take Me f フ r a l o v 聴いてください。ああいいところにこう音が引っかかるっていうかね当たるんですよね。これが空気の量と相まって非常に第一声から聴きやすいまろやかな高音が出てくるという感じでいやこれはねあのこの曲も派手さはなくてですね淡々としている歌ですけども今言ったみたいに。 えー、高音に最初に出しに行く時のグッっていうき,きれいな響きの音の引っ掛け方引っ掛かりとそれから何々の,音の特に「何の音」んー「ん」っていう響きを使うことによって、えー、曲のメロディーがそんな起伏がなくても歌い方でこう、ね、強弱をつけて、えー、これは聞かせられてる私たちはね自然と普通に聞いてしまいますけどそういうところが、えー、大野がさらっとやってるテクニックだと思いますしそれが、えー、できていることによって で皆さんが、えー、4分半この曲を聴いてても飽きることのないもちろんそのコーラスワークとか、えー、他にもいろんなことをやってるんですけれども私が今聞いた中ではやっぱり「な行」の「な」の発音と、えー、冒頭の「ああ」高い音を取りに行く時一番高い音から始まるメロディーの高い音の取り方というのが非常にオ野君の良さの特徴じゃないかなというふうに思いますので今回はそのことをお話をさせていただきました。えー、今日もでですね最後ままご視聴いただきまして皆さん誠に ありがとうございました。